せろ。交代するわ。行きます。交代するぜ。ディンガー貫け。いや貫け。ディンガーセイター。いやいや、はそこだ。セイヤセイター、そこだ。気をつけて。交代します。行くわよ。そこシュッ、そこハッハッハッ、変わります。砕け散れ、砕け散れ、ハッハッセイフン。やだやっ、ハッセイフン。やだ、交代セーター。セイタ、セイティンガー。おととい来やがれってんだ。とどめだ。いや、交代します。交代するぜ。よし、次に行こうぜ。交代するぜ。千秋先輩、ソラなの？どうしてここに？なんだあの影みてえなのは。まさかあれが。私にそんな価値ない。あんたにどれだけひどいことをしたと思って。そんなこと言わないでください。私は千秋先輩のこと尊敬しています。だって先輩は私の知らない強さを教えてくれたから。え、私上京したばかりの頃、新しい生活に馴染めるか不安でした。でも先輩が支えてくれたおかげで、そんな不安から救われたんです。本当の強さは単なる力や技なんかじゃない、人を勇気づけられる強さなんだって知ることができたんです。ソラ、私これからも先輩と一緒に頑張って
して、本当の意味で強くなりたい。だから、だから、ソラ。ファントム、人の心の影につけ込むエルダークリード、相沢さんを助けるにはあれを倒すしかないわ。上等だ、行くぞソラ。はい、待っててください、千秋先輩。うまいな、マキシマムレイジ、セイター、セイハッ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 。まだまだいけるぜ。抜け。セイタ。やっは。セイタ。セイタ。
うまいな。マジかよ。まだいけるぜ。やっセーター。うまいな。なんとか勝てたか。異界化が収束していくわ。無事に戻ってこられたみたいだな。ええ、まさかこんな即席のチームであのクラスのグリードを倒せたなんて。
目が覚めたか。かなり消耗してるみたいだが。ソーラ、ありがとう、助けてくれて。いいえ、私は何も。コア先輩たちのおかげです。よかった、本当に。ソーラ、今まで本当にごめんね。情けないけど、やっぱり私もまだまだ未熟だわ。私もソラみたいに強くなりたい。どこまでもまっすぐな強さ。千秋先輩、これからも一緒に切磋琢磨してくれる？部長たちもいる、あの女子空手部で。待たせたな。呼び出しておいて遅刻とはいただけないわね。悪い、亮太のバカ話に付き合わされて遅くなっちまった。正直すっぽかされるかと思ってたが、待っててくれてよかったぜ。それで話というのは？なんだか告白でもされてしまいそうなシチュエーションだけど、明日から連休だし、デートのお誘いかしら。あ、からかうなっての。そのなんだ、要件を言う前にまずは礼を言わせてくれ。え、おとといの件、もしヒイラギがいなかったら、ソラや相沢は助けられなかった。それどころか一人で突っ走ってくたばってたかもしれねえ。だからありがとな。別にお礼を言われる筋合いはないわ。ネメシスの人間としてなすべきことをなしたまでよ。そうかい。まあいい、ここからが本題なんだが、ヒラギ、俺を使わねえか？どういう意味？今後ももしこの町で異界の事件が起きるなら、俺にも手伝わせてほしいんだ。時坂君。まあ聞けよ。異界やグリードのせいで知り合いが何人も巻き込まれてんだ。前にも言ったが、もう俺には人事じゃねえ。お前だって一人じゃ大変だろ。少しは力になれると思うんだ。何度も言わせないで。表の人間が裏の世界に首を突っ込むべきじゃない。あなたの力を借りたのは緊急度と計りにかけた上での一時的な措置でしかない。たまたまうまくいった程度でヒーロー気取りはいただけないわね。たく、手厳しいな。ヒーローだとかそこまで調子に乗ってるつもりはねえさ。ただ手が届くものくらいはせめて守れるようになりたいんだ。お前とならそれができるような気がしてな。ヒイラギ。
おい、我ながら臭いとは思うが、さすがに笑いすぎだろう。ごめんなさい。わかった。気が向いたらお願いするわ。どうやら彼女も力になってくれるみたいだし。ソラ、お前。気づかれてたみたいですね。もちろん私も同じ気持ちです。先輩方にぜひともご恩をお返ししたいですし。おいおい。時坂君はともかく、よろしくお願いね、ソラちゃん。はい、アスカ先輩。二人で話を進めるんじゃねえっての。始まったみたいだね。